アメリカのバイデン大統領は気候変動に関する国際会議 cop26 を欠席した中国の習近平国家主席について大きな過ちだと名指しで批判しました。バイデン大統領は2日 cop26 の首脳級会合を終えて行った。会見でアメリカとしての成果を強調した上で。 対面式でで参加ししししなかったた。中国の首脳を名指しで批判しましたそしてバイデン大統領は私が参加したことで世界がアメリカとそのリーダーシップの役割をどのように見ているかに大きな影響を与えた率直に言って中国が姿を見せなかったのは大きな過ちだったと思うと話しました。 その上で対立が続く中国との関係については競争であり衝突である必要はないと強調しましたまた同じく欠席したロシアのプーチン大統領に対しても世界中の人々や COP26 に参加しているすべての人々に影響を与える力を失ったと批判しましたバイデン大統領は国際協調路線をアピールし 同盟国や友好国との連携強化を重視した一方で中国とロシアへは名指しで批判を繰り返し溝は深まったままです。